結局私の多分注文の仕方の問題もあったと思うんですけど、もう本当に外を歩けないぐらいになっちゃって、うんうん、もう人間不信になりそうです、ですよね、もう怖くて。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。メッセージの方は、ね、だいぶ長めに送っていただいたんで拝見はさせていただいたんですけど、はい、まあ、改めてちょっとじゃあ状況というか、どういった経緯でまずパーマをしたのかな。韓国風の SG くびれ巻きパーマみたいなのが、はい、多分今とかトレンドなのかな、うん、それにすごく興味があって、うん、仕事をちょっと始めたってこともあって、はい、朝ちょっと自分でこう巻いたりスタイリングするのがすごく時間と手間がやっぱちょっとかかる。あとまたダメージのことも考えて、うん、どうせダメージがかかると1回でそれをもしできるんであれば、うん、毎日やるよりかはまあいいなと思ってやろうと思ってお願いしたんですけども、うん、まあ、後々分かったこととしては、うん、いろんな美容師さんにいろいろ相談した結果、うん、その状態で来てもしお願いされたら断ってると。なるほどまずね、まずはやりたかったやつがダメージの状態を見て、普通だったら断られるよみたいなことを言われたんですね。そうですね、はいはい、こういうことはある程度予想がついた結果だったのかなと。プロの方であればなおさら、まあ、まあまあそうですよね、はい、韓国風にしたいとかっていうタイミングでそもそもできるかできないかジャッジをしてほしかったってことですよね。そうですね、うん、1ヶ月ぐらいちょっと先予約だったので、うん、楽しみにしてたってことも多分相まってっていうことで、うん、でね、とにかくもうショックなのと気まずいのと、うん、もうさっさとお金払って出てきちゃったんですけど、うん、もう本当に外を歩けないぐらいになって、うんちゃって、うん、まあ、多分今の状態より多分洗ったとすぐ分かると思うんですけど、うん、今はまだこれでもマシな方、はい、もう一人の美容師さん曰く、うん、濡れた状態だとゴムみたいに伸びちゃってるっていうので、うん、はい、結局施せるものって言ったら本当に限りがあるってやっぱり言われちゃって、うん、いう感じですよね、うん、それまでもずっとブリーチとかはされてた。本当はもっとこういう色にしたいっていうのはあったんですよ、もともとあったんですけど、やっぱりやってもカラーリングと落ちてきちゃって、うん、それを維持するのがやっぱ大変っていうこともあり、はい、まあ、あとはその時はやっぱ気分とかもよってこういう色にしたいとか多分あると思うんですけど、はい、まあ、そういうこともあってやったタイミングがたまたまダメージが一番すごかった時に、なるほど、ちょっと色を変えてたタイミングだったんですね。そうですね。ちなみにどんな色に？本当はやりたい色っていうのは、はい、まあ、今となればこういう、はい、ブリーチそんなにね激しくいらないぐらいのブラウンベージュ、はい、結局私の多分注文の仕方の問題もあったと思うんですけど、はい、陰影が欲しかったんですよ。タバカンですよね。そうなんです、はい、それを、なんかうまく伝えられなかったのか意思疎通なのか、前提注文の仕方が悪いことはないです。もう歯医者とかそうだと思うんですけど、注文の仕方悪くて削られなかったことないじゃないですか。それはこっちの仕事なんで、みんなお客さん言うんですよ、私の注文の仕方が分かんないとか、うまく言えなくてとか、それはなんかうまくホイコーローって言ったら美味しく出るけどないじゃないですか。だからそこはね、負い目を感じる必要はまずない。あくまでなんかそのキーワードを言ってあげるって、はい、全くね意思を言わなかったらあれですけど、ちょっと動き欲しくてとかっていう時にハイライトはいいかもしれないですねっていう提案するのはこっちの仕事なので、そこは全然安心してください、はい、多分やりたかったスタイルの感じを拝見すると、全体ブリッジそもそもいらなかったかもしれないですよね。そうですね、なんか韓国系が好きっていうのもあると思うんですけど、はい、ちょっとウェーブだったりとか、あ、そうですね、まあ、でもさっきお会いしましたけど、お子さんもいるから、はい、あんまり時間はかけれないけど楽に華やかにしたいっていうのが願望にあるんですよね。はい、そうです。これを叶えるための手段がブリッジとファーマーを上げて、はい、失敗されたってことですね。そうです、そうです、言いました。ここまで分解すると分かりやすいですよね。そうですね、なるほど。本質的にはだからパーマじゃなくても楽になれば動きが出るっていうわけですよね。いや本当にそうだったんです。ってことですよね。そうなんです、そうなんです。これです。メニューは手段ですよね、はい、でやりたかった理想の状態があって、そのギャップを埋めるための手段がパーマとかブリーチとかっていうふうに言語化されたメニューじゃないですか。それをお客さんが言えたらもちろんいいですけど、はい、言えないから美容院に来るわけで、それやるのはもちろん手段なんです。任せてください。治った後の話もなんかしときたいなと思ってたんですよ。そうですね、なんで、はい、さっきのが治った後の理想の状態ですよね。そうですね、髪の毛も気にされてるじりじりが良くなってて、はい、サラサラになった上でゆくゆくはやっぱやってみたいじゃないですか。韓国系の感じとか、それは安心してください。絶対なるんで。わかりました。ただ時間はかかります。やっぱり、はい、状態見て期間とかプランニングっていうスケジュール感っていうのは、うん、早ければ早いほど負担はかかるんで、治るのを最優先したいっていうのはチェックしていただいてるんで、はい、もちろんそれ最速でやっていくんで、はい、なるべくその予算と期間とかに無理がない範囲で継続することがすごく大事だと思うので、やっぱり予算無限でもないと思うし、失敗されちゃったっていうところに予算もかかっちゃってると思うので、そもそももうネガティブじゃないですか。何回私美容院行けばいいんじゃないですよね。本当にそうです。もう人間不信になりそうです。なりますよね。もう怖くて、これで僕がまたね変なことやったらもう終わりじゃないですか。外出られないですね。ねえ、だからなるべく負担はかかんないようにしたいので、はい、
こでも本当安心して絶対良くはなるので、はい、だからそこの周期と予算分け相談して、はい、いつ良くなっていくかっていうのはやりながらちょっと相談しましょう、はい、短期目標としてはまずはサラサラにしたいっていうところだと思うので、はい、そうですね、うん、特にじゃあ今ご自身で気になってるのは毛先ですか、特に今後はっていうのはありますけど、毛先ですね、毛先ドライヤーで乾かした後に、うん、あの時以来の2週間ずっとこのヘアビューロー使ってるんです、はいはい、あれで毎晩毎晩バカみたいに頑張ってますね、本当にね、いやもう努力は感じますよ、もうそこに費やす時間と労力と、はい、なんてことなのみたいな、ね、すごくそういう意味ではよくはなっていくので、今後の理想はもう確認できてるんですので、韓国風の感じにはします、はい、はい、今日のプランニングとしては、はい、3熱トリートメントですね、まず間違いなくやった方がいいのは、やっぱりそうですか、正解でした、はい、あやっぱりそうなんですね、うん、今日パーマ直しのお薬を塗っちゃうと多分ちぎれますね、うん、溶かすだけで結構ちぎれませんだって、確かに今だから負担ほんとかけない方がいいので、なるべく髪の毛にとって何もデメリットがないことしかしちゃダメだと思います。でも逆に言うと散熱して、で今日ちょっとポイントカットだけさせてください、はい、わかりました、ここら辺の枝毛だけ聞きたいので、はい、わかりました、この2個やるだけで結構良くなるんですよ、ただ5回は絶対やった方がいいですね、散熱を分けて、そうスパンをちゃんと決めて、まあ、要は治療の過程だと思います、まあ、間違いなくでも、まあ、1年スパンの中にはなりますけど、よくはなるので、そこは安心してもらえたら、じゃあこのクラックするカラーリングは次回以降をあそうです、ね、やってもらえる、ね、っていう感じで、今日は3熱とカラシャンでいいと思います、はいはい、わかりました、はい、じゃあちょっと準備します、はい、はい、ありがとうございます。千住に相談で検索。ちょっとじゃあお薬つけてもらうんで、はい、じゃあちょっとやってもらいますね。はい。はい。はい、でリオってかぶせたら、あの、はい、娘さん切れるんで。はい、わ、はい、かりました。よろしくお願いします。お願いします。娘さんは近くで遊んでるんですか、はい、あ、時間になるまでパパと一緒におデートしてます。表参道デート、表参道デート。原宿のシナコン茶ってわかります？YouTuber でシナコン茶っていうすごい派手な YouTuber、 ゲームだったりとお菓子とかそういうの紹介する YouTuber がいて、その人がやってるお店があって、この前一緒に飲んだり食べたりしてきたって言って、うんうん、本当に YouTube からの影響がやっぱり、いや大きいですよね、ですよね、時代そう夢が YouTuber って、ね、あですよね、時代ですもんね、そうみんななんかね、やっぱり反響ありますか YouTube？あります、あります、やっぱりそうなんですね、はい、昨日も、はい、私もなんかちょこちょこ書かせていただいてるので、はいはいはい、昨日いらっしゃったお客様に、はい、いつも見てますあ、やっぱりそうなんですか。芸能人みたいな言われ方してるの。よし、この可愛い帽子をかぶって、はい、15分ぐらい、あ、はい、わかりました、はい、じゃあ、はい、ちょっと薄めに作りましょう。自分で切ってたんですか、今までは。そうですね、今まで。上手上手、うん。でもね、このタイプの髪質はね、多分横に切ってますよね、こうやって。あ、そうですね。横に切っちゃダメです。縦に、うん、縦にこう。レイヤーを。これほんと全キッズカットしてるお母さんに伝えたいですね。横で切るなら下にこうやって切るんじゃなくて、はい、持ち上げて横で切ったらその分頭の丸み分ずれるんで、こういう質感になります。はいはい、そう、垢抜けますよ、完全にこういう風にやってみました。そう、はいはい、かわいい、わーすごい、いい感じですね。すごい、全然違うじゃん。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、なんだって。まあ、今日はポイントカットもするので、はい、ちょっとトリミングさせていただいて、より綺麗にします。お願いします。触ってみてどうですか髪？いや全然違います。全然なんかもうさっきまでの自分の同じ髪だと思えない。お、濡れた状態でもこれぐらい違うのが分かるとちょっと頑張れそうじゃないですか。そうなんですよね、うん、本当になんかもうモチベーションが違いますよね。できました。今日は3列でまずはさらっとしてあげて、はい、ちょっと本当は巻き髪やりたいのは重々承知なんですけど、うん、今日は一回するっていう美女に一回なってます。最近あの青山で新メンバーが増えて、あ、そうなんですか、出てきます今から。
本当ですか。痩せていく。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ってるんですか。もう今絶賛回ってます。あとスレタイムを通しますね。わかりました。じゃあ参考になれば、参考になれば、はい、前髪を撮影用でやってる多分セットだと思うんですけど、はい、結構こういうのが好きで、はい、顔周りがやっぱりにしたい。あ、そうですね、 OK です。ちょっと今のダメージ具合でできる範囲でやりましょうか。あ、もちろん、はい、はい。これぐらいじゃないですか。あ、そうですね、このぐらいです。余裕として、はい、ちょっとストレートアイロンとしましょうかね。あ、はい、アイロンします。はい、次の色ですか。光のものを共有してますよ。この韓国の巻きパーマとかっていうやつが、はい、それをやってるところがそもそも少ないらしいんですよね。はいはい、はい、小手巻き風パーマ、それにしたかったんですね。そうです、本当は。でも本当にその小手巻き風パーマをかけること自体はやめた方がいいかもしれないです。そのサロンがダメとかじゃなくて、はいはいはい、今の髪の状態とかを鑑みて良くなったとしても、小手巻き風って結構変わる細かいんで、どっちかというと結構癖毛難毛さんには合わないかなみたいな。その髪質によってはってことですね。そうですね、相性ってあると思うんで。あります、あります。それ聞いてればなって感じでした。そうそう、ね、いやだから本当に AI 作ってるんですよ今、僕のクローン AI を。家で聞けたらいいじゃないですか、内田に。本当そうですよね。事前に聞いておけばってことばっかりです。そう、あるじゃないですか、はい、今それの開発をしてて、その遮断方針とかも作って。そこまでいってるんですか。そう、もうゴリゴリにやってます。今頑張って一本も覚えています。少しだけ喋ることができるようになりました。直接やれる人って近距離直接型じゃないですか。 でも YouTube もその思考で、要は中距離間接型、要は直接は会えてないけど、動画見ればわかるじゃないですか、はい、要は中距離だなと思って、はい、でももっと遠距離、要は気づいてない人もいるなと、要はそもそも内田の存在を知らないとか、いい美容師のアイディアを知る由もない、自分では気づけない人。YouTube はもう悩みがあるから見てるじゃないですか。だから気づけてるじゃないですか。AI は気づけてない人に届けられるんで、そういう人は遠距離で直接教えられる。これでもう、品、中、円で揃ってる。すごい。はい、触ってみてください。いやーもう触らずとも。ねえ。いやーすごい。嬉しい。もう泣きそう。元に戻ってなる。まだ戻ってない。途中まで戻ってるんです、ね。3列したんで強度は上がってますけど、はい、形は変わってないですよ。これ今、はい、アイロンとブローしてるので綺麗になってますけど、はい、家帰って乾かしたら多少戻りますけど、戻った時に張り箇所感じると思います、はい、全然違うんですよ。いやもうでオイルとかで最後スタイリング保湿してあげるのがすごく大事なので、しっかりと油膜を張ってあげると、はい、じゃん。やばいんだけども、ほら生き返ってる。1回目なんだよね、しかもまだ1回でこれですよね、うん、戻りますけどね、再三言うんですけど、ああそう、期待しすぎないでください、1回目なんで。もちろん、はい、でも絶対指に言うと回数重ねたらここまで行くんですよ、勝手なんですよ、ね、ちょっと最後にもう1個だけお願いがあって、多分主人はこれからのプランを多分分かってなくて、はい、あ、説明してほしい。あ、それ今日1回で全部って思っちゃってるんで、そうですよね、それだけちょっと私よりも内田さんの言葉から、はい、全然大丈夫です、お願いします。任せてください。だカラーとかは特にリスクがちょっと大きいので、ホームカラーはちょっと控えた方がいいかなっていう。でも色気になるとは思うので、あのブラシャンだけ、あの Amazon のリンクを渡したんで、あのそれだけ買ってもらって、そう、ってことはあと5回できれば、はい、でもまあ予定見てですけど、カラーとかは地元の近くで逆にカラーとかされて、ちょっとここだけ頑張ろうっつってお金かけてやるんじゃなくて、ちゃんと無理な範囲でやるってすごい大事なんです。そこだけちゃんと負担なく言ってもらえれば、そのために LINE があるので、あなた以上にあなたの髪を思うっていうコンセプトなんです。そうそうそう、素晴らしいよ、素晴らしいです。もう親みたいな選手、髪の親戚的な選手。いや本当に、はい、今日の写真もあのカルテの方に載せておくので、はい、ありがとうございます。結構違いますからね。いやだいぶ違います。もう見てください、ビフォー、今、わー全然違う。
厚み増しましたもんね、もはや。違う髪みたい。横もほら。いやすごい。これすごいな。いや、これが違う。全然違います。いやいや本当にありがとうございました。すみません、失礼します。千住なら叶う。あなたの髪はすでに美しいです。でももし、悩みや思いがあるなら、きっと理由があるはず。全国各地の千住メンバーがあなた自身の可能性を広げます。あなた以上にあなたの髪を思う。千住。